こんにちは。1月30日日曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしております。また再放送はご覧の時間帯です。それではお知らせです。新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に関するお知らせです。令和3年6月までに2回目の新型コロナウイルスワクチン接種をした65歳以上の方に3回目の接種券、予診票等を発送しましたが、国の接種方針を受け、かかりつけ医などでの個別接種の予約受付開始日を2月1日火曜日から1月21日金曜日に前倒ししました。接種券がお手元に届いたら直接医療機関までご予約ください。なお医療機関によってファイザー社、武田、モデルナ社など使用ワクチンが異なりますので、ご予約時は必ず医療機関にご確認ください。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、東京都にまん延防止等重点措置が適用されました。不要不急の外出はお控えください。会食する場合は4人以内にしましょう。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。豊島税務署では申告書作成会場を2月1日から3月15日まで開設します。3密を回避するため入場整理券を配布します。入場整理券は当日会場で配布するほか、 LINE アプリで国税庁を友達追加することで事前に日時指定の入場整理券が入手できます。3月は入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中の来所をお勧めします。感染リスク軽減のため、自宅からスマートフォンやパソコンで申告できる e-tax がおすすめです。また質問は自動回答ウェブサービスのチャットボットをご利用ください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。さあ、それでは本日も番組スタートです。区民の皆さんの健康増進を図るため、日頃からできる体操やストレッチなどをご紹介している原口先生の生き生き池袋接骨院。本日のテーマは股関節です。あなたの知らない股関節の秘密が解き明かされます。ぜひ必見です。それではゲストのご紹介です。帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科准教授、相模大の原口整骨院原口力也院長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて先生、今日は股関節がテーマなんですけれども、はい、なんか筋トレしててもなかなか筋肉がこ うまくつかなかったり、痩せにくくなったなという感じる方なんか、うんうん、一因としてね、この股関節があるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、どうですか ね、 あのもちろんこうダイエットということで考えれば、まあ、上半身より下肢の筋肉の方が大きくて、まあ、数も多いですからね、うん、効率的にっていうことを考えれば、やはり下肢のトレーニング、強いては股関節、お尻ですよね、うんうん、ここのトレーニングをすることで代謝っていうのは良くなるので、もちろんダイエット効果っていうのは望めますね。はい、まあ、そもそもその股関節っていうところがまあどこなのかなと思うんですけれども、うん、皆さんね、知ってるようで知らないのではないかというので、うん、改めて教えてください。はい、そうですね、皆さん股関節っていうと、うん、まあ、この前のところですよね、うん、この前のところあたり、あとこの後ろ、お尻っていうとね、あ、お尻はお尻でしょ、股関節お尻、うん、っていう感じがすると思うんですよ。だけども実際股関節ってこう球関節、はい、薄って書くんですよ、うん、薄状のこういう関節ありますよね、うんうん、ここの体の中でまた一番大きい関節ですかね、それを動かすのがお尻の筋肉だったりとか、逆によくこの股関節の前の筋肉、はい、これは腸腰筋という筋肉、うんうんうん、ね、以前大事な筋肉ですよっていうのをね、ご説明したと思うんですけども、はい、今日はですね、その股関節の前と後ろと動くとかね、うん、まあ、そういうこの体の中心の一番大事なところのトレーニングだったりをね、ご紹介したいと思いますね。はい、
で股関節といってもこうひとまとめにするわけでなく、うんうんうん、お尻とこの腸腰筋が大事だということ で、はい、じゃあ早速なので、はいはい、見ていきたいと思います。はい、はい、そうなんです。股関節はですね、体のエンジンなんですよ。どうしてもエンジンっていうと、いや心臓ドキドキしてるっていうエンジンですよねっていうようなイメージがあるんですけども、まあ、心臓は血液を送り出すというところなので、どちらかというとこう、うん、ガソリンタンクのようなイメージで、うんうんうん、はい、で動くのはどこですかって言ったら股関節なんです。股関節で動くんです。ですからここが落ちてしまう、動かなくなってしまうと当然活動性が落ちてくるよということなので、要は股関節、お尻、うん、ここをしっかり鍛えておくってことが大事ですね。なるほど、はい、もう一番ね大きな、うん、筋肉です。下半身筋肉を鍛えていくということで、はい、はい、まあ、そもそもなんですけれども、おさらいからよろしいですか。はい、はい、そうですね、全身に筋肉はいくつあるか。はい、もうね、はい、もうね皆さんね、はい、何度もやってますから、はい、600個。はい、正解はドン。はい、その通り。はい、600個ですね。結構ありますよね。ありますよね、全身。まあこの中で自分で動かせる骨格筋っていうのはね、うん、400ぐらいになりますけども、はい、まあそのくらいあると、うん、で全身の骨、はい、骨格に関してはだいたい206個ありますね、うん、じゃあ関節は、今日もね、はい、股関節ですけども、うん、全身に関節は260個大体あります。まあこういうものを全て使うというのはなかなか大変ですけども、はい、まあこれが上手に使えるということがね、うん、やはり 使えないと落ちてきますよね。そうですね、やはり使えるようにしていきましょうということでね、いろいろやっていきますからね、はい、無意識で使ってるものも含めて、うん、意識的に使っていこうということですね。そうです、はい、やっぱりね足元大事ですよね、はい、本当これなんですよね、うん、老化は足から、うん、言いますよね、はい、そう、全身の関節の中で一番大きいのが股関節、うん、で全身の筋肉600個ありって言いましたけども、はい、その中で一番大きいのが、はい、大臀筋、お尻です。お尻の筋肉、はい、ね、よくこう太ももの筋肉も大きいでしょっていう話をするんですけども、太ももはこれ大体四頭筋4つで大きいんですけども、うん、はい、お尻の筋肉は大臀筋1個で、うん、サイズが大きいので、うん、一番大きな大臀筋と、なるほど、いうことになりますよね、うん、まあここですね、部位別ランキング、はい、まあ、つまりね大臀筋ということでお尻そして下半身鍛えていくということなんですが、うん、はい、はい、じゃあ実際に股関節周りの可動域ですよね、うん、動く方向、うんうんうん、まあ股関節いっぱい動きます、こう旧関節ですからね、はい、まあ、曲げる、こういうの屈曲と言います、うん、後ろに伸ばす、はい、伸展、あと内側に内転、うん、外転、あとは内にねじる、はい、外にねじる、内旋、外旋、うんうん、ね、要は全部動くということです。まあこれに似た関節といえば、まあ、肩の関節になりますよね、うん、要は肩関節、うん、股関節っていうのは一周動く関節ですからね、可動域が大きいということになります。こんなふうに動かしていくということなんですけど、はい、構造っていうのがいまいちイメージがつかないんですけど、はい、はい、そうですね、はい、股関節、関節ですから、うん、はい、骨と骨との間にあるものが関節、はい、じゃあ上の骨はって言ったらこれ骨盤ということになるわけですね、うん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 、で骨盤っていうのも腸骨、座骨、恥骨って3つから構成されていますし、はい、うん、それと大腿骨、足のね、うん、一番太いこの大腿骨、要は骨盤と大腿骨でできているのが股関節ということになります。これは股関節左右一つずつありますからね、はい、ですから人間2本の足で立ってるということになりますから、あと2本の足で立って背骨がね、ちょうど図の方に出てますけど、はい、上から矢印で折れてきますよね、うんうんうん、ちょうど真ん中でね、股関節のところで力が変わるんですよ、向きが。ですからどうしても股関節のところには負担がかかりやすいので、うんうん、まあ、どうしても転倒したりとかすると、うん、股関節、大腿骨の骨折だったりとかっていうのが起こりやすいというのも、その要因の一つになりますね。なるほど、こう力の具合も違ってくるんですね。そうなんですよね、上と下からと圧迫されてるようなイメージですね、はいはい、ちなみにその股関節を動かす筋肉っていうのが大事なんですよね。そうなんです、はい、そうなんです、うんうん、このお尻の筋肉、まあ、臀筋、はい、まあ、ケツ、尻とかって言い方いろいろありますけども、はい、まあ、お尻だけでも大臀筋、中臀筋、小臀筋3種類大中小あるんですよね、はい、まあ、これを今日鍛えなきゃいけないんですけども、うんうんうん、実際人間のお尻ってどうっていうことになるんですけども、うん、ゴリラと比較するとですね、はい、人間の方が大きいんですよね。
なんかゴリラの方がね全体的に大きい感じしますけれども、ただですねゴリラのお尻っていうのは実はあれお尻じゃなくてももなんですよね。ももの筋肉がお尻の方まで行っちゃってるんです。だから何ができないのって言ったら、ゴリラは股関節をピュッと伸ばすっていう強付けができないんですよ。なるほど。どうしても曲がってるんです、でも人間はちゃんとグッて骨盤を立てるというかな、まっすぐすることができる。これはももの筋肉とお尻の筋肉がこう分離して動かすことができる、はい、まだゴリラの場合はお尻の筋肉が発達してないので、足と骨盤を分離運動ができないんですよ。だからずっと曲がった状態ですよっていうことなんですよね。人間のお尻はしっかりつけないと、ゴリラになっちゃうよっていうことですね。なるほど。腰が曲がらないように鍛えていこうと、はい、そういうことです。じゃあ筋肉のお話もね、股関節周り見ていきたいと思うんですが、続いてこちら、先ほどお尻っていうのは股関節を後ろに引く、ね、こうやって後ろに引く、ね、筋肉でした。じゃあ今度は前に曲げる、前に曲げましょう、これはですね腸腰筋という、前の筋肉ですね。そうです。この腸腰筋、結構ね大きい筋肉なんですよ、でもこれをしっかり鍛えてあげないとどうなるかというと足が上がらないんです、よくつまずいちゃうよねっていう類ですよね。足が上がったつもりでも上がってない、ですからアスリートでも走る時にはこの腸腰筋というのを意識してしっかり走るっていうふうによく言うんですけども、まあこう結構長い筋肉ですね、腰骨から大腿骨までくっついてるので、長細い筋肉なんです。まあ、よくこうヒレ肉ですよね。牛のサーロインじゃなくてヒレ、ヒレのお肉の部位でいうとね、そういうことになりますね。なるほど。この腸腰筋がこの骨盤周りを支えてるっていうこと。支えて股関節を曲げる筋肉。要は股関節の一番大事な動きは曲げて伸ばす、曲げて伸ばすですからね。ということでね、骨の構造も見ていきたいんですが、実際に背骨、このね S 字状のカーブがあって、骨盤の向き、前傾後傾、よくねこうぐちゃっていうのと立てるっていうのがありますね、ね、これがある程度しっかりしてないといい姿勢も保てない、で骨の動きプラスそれを支える筋肉っていうのが重要になるということになりますからね。なるほど、骨盤周りと背骨と、その周りを支えている筋肉、腸腰筋とお尻の筋肉をそれでは鍛えていこうということですよね。じゃあ今日は関節ということなので、股関節ということなので、こちらですね、実際ですね、いろんな評価だったりチェック方法っていうのがありますけども、まずこう人間が立つ歩くということを考えた時には、片足立ちができないと歩けないんですよね。両足で足を地面についた時に歩けないですから、やはり片足立ちを繰り返すことで歩くということになるので、歩けますかの前に片足立ちできますかということになります、ちょっと一回やってみましょう。やっていきましょう、歪みのチェックです。まず突き立っていただいて、そのまま目開けといていいです。目開けといたまま、片足立ち、片足立ち、大体15秒。ちょっと手荒らしてきましたよ。15秒。この歪んでるっていうことでゆらゆらするんですかね。そうです、安定感がないということ。なるほど。これは腸腰筋とヒップの筋肉が安定してない、ちょっと衰えている。ですからこれがないと歩いてる時にこういうふうに歩いたりするわけですよ。なるほど。それとか歩幅が狭かったり、要は片足立ちする時間が短いので、すぐ足をついてしまう、すぐ足をついて、なので片足立ちをしっかりできるようにしましょう。なるほど。ということですよね。あと左右バランスっていうのがあります。ね、左右、歩く時のバランス、これ左右差があるとどうなるかっていうと、曲がっていっちゃうんですよね。なるほど。だから極力ね、左右差がないというのがいいので、実際に、じゃあちょっと目を閉じた状態、ね、その場でいいので足踏み、目を閉じて20回やってみましょう、腕を振って 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6。どうですか、多分なんかフラフラして早くです。結構前向いてるのがこう横になっちゃったりするんですよね。もう完全に左側向きに歩いてても目つぶってるとこう横に歩いていっちゃったりするので、やはり左右同じような力の方がいいでしょうね。これはやっぱりどっちかのバランスがうまく取れていないということ、そういうことになります、女性だとよくスカートがこう回っちゃったりとか、よくありますありますよね、これもこういう左右のバランスが良くない一つの目安ということになってきますので、その辺チェックしてみてくださいね。ということで、ちょっとではストレッチの方もね、やってみましょう。股関節は一周動くって言いました。いろんな動かし方があるので、
まずはですね、まあ簡単なところで言うとあぐらですよね、はい、ちゃんとこうあぐらかけますか、ね、普通にこう、はい、柔らかいですね、はい、きますよね、はい、これ両方できついなっていう方は本当片方ずつで結構です、うんうんうん、片方ずつでぐっと開いて結構関節開いて、あ、大丈夫ですね、はい、はい、次にまあ寝てもいいんですけどこのポジションで股関節の開くと内ねじり、はい、あ、気持ちよさそうですね。実はこっちの内にねじるという可動域も結構大事なんです、うんうん、ね、これで、うん、先生これこうやってストレッチすることで、まあ、体は温まってくる、うん、温まってきます。大きなメリットっていうのは何になってくる？一番はもちろん可動域の、うん、拡大っていうことが一番メインになりますよね、はい、はい、動きやすくなって足もつまずきにくくなるよっていうことですかね。ね、これ簡単ですよね、はい、しかもすごい気持ちよさそうです。あ、伸びてるっていうかストレッチ感をね感じてほしいですよね、うんうん、ちょうど前の腸腰筋がしっかり伸びてそうですね。はい、いい感じ、はいはい、じゃあ次に今度はこうグーッと抱えてください。はい、これ硬い方どうなるかっていうと、うんうん、抱えるとこう足が上がってきちゃうんですよ。ここが浮いてます、ね、そうです、反対が浮いちゃうんですよ、はい、なのでこっちはちゃんとついた状態でなるべくこう引き寄せる、うん、なるほど。要は右足と左足をこう分離させる、うーん、上げない、なんかこうシールを両面テープを剥がすみたいな、そうなんです、そうなんです、感じですかね。これも左右ですよね、はい、ピーと床につけて、そうです、上がらない。いいですね、伸びてます、はい、これだったら朝ねベッドの上とかでもできそうですね。あのやっぱり寝た状態でやるのが一番安心なので、うんうんうん、これねぜひやってみてくださいね、はい、次今度前ですよね、はい、あ、前はどうやって、はい、腸腰筋、腸腰筋を伸ばさなきゃいけないよね、はい、このポジションです、はい、これは後ろの伸ばしてる、はい、これが伸びてきます。この時に腰を反らさないように、あくまでもここの股関節を伸ばす、股関節を伸ばす、これもさっき開くのやりましたよね、同じ。これはいつもながらこのストレッチだけでもかなり代謝が上がりそうですし、そうなんですよ、ね、いつも凝り固まってるものが結構ね、リモートワークで在宅になった方も多いと思うので、うん、ちょっとだけでもこんな風に動かしてあげるといい、ね、そう、大きい筋肉をやるとやっぱり代謝も上がるので、はい、効果的ですよね、はい、はい、もう一個いきましょう、はい、お尻、お尻は片方正常でも結構です、はい、ここから前に行きます。あ、なるほど、これで今ここが伸びる、お尻を伸ばしてます、ね、うん、この時にこうやってしまうとあんまり効かないので、うん、あくまでもまっすぐした状態、まっすぐ、まっすぐした状態で前、はい、めちゃめちゃお尻効いてます、ますよね、このストレッチ感っていうのが大事です、はい、痛いんですよ、痛気持ち、痛気持ち、痛気持ち、無理はしないということですね、そう、無理はしない、痛気持ちいいなっていうのをね皆さんに感じていただければ一番ベストですよ、はい、これちょっとやってみましょうか、やってみましょう、これお尻ね本当気持ちいいんですよ、はい、お尻ちょっとこんな風に、そうです、そうです、こうですよね、足をもうちょっとこうですね、はい、はい、ここで、はい、前向いてそのままなんかおへそを足につけるようなイメージ、もうそうです、そうです、そうです、凝り固まってるのがよくわかります、今こっちのお尻来てるのわかりますね、はい、わかります、今ついている方のお尻がよく伸びています。まあね、この先生のこのシリーズたくさんやってるので過去ね見返していただくとわかると思うんですけれども、はい、もうこれは本当にどんなこうトレーニングの中でも一番大切な、うん、はい、本当に大きい関節なのでお尻周りっていうのは非常に重要な部分でもあるし、はい、ストレッチも大事ですよね、はい、いいでしょう、簡単なストレッチ方法を今教えていただいたんですけど、だいぶ動きやすくなってきましたね、はい、はい、ではちょっと肩幅に開きましょう、はい、よく言うね四股ですよね、はい、四股踏み、ね、お相撲さんがやります、よいしょ、こうやってね、スクワット、はい、ここから先生ポイントはありますか、はい、腰を曲げない、あくまでも股関節を曲げない、はい、なるほど、はい、で手をついて、はい、出すかい、上がりません、上がります、出すかい、ね、これも片足立ちだし股関節をしっかりやる、なるほど、股関節の動きも重要になってきますし、だからお相撲さんがよくなるやるのもねよくわかりますよね、ストレッチして、はい、スクワットして四股を踏んで皆さんもぜひやってみてください、それではお別れです、はい、さようなら。